明ですか。今回もよろしくお願いします。女優の佐々木千明です。さて、今お聞きのこの番組、山下レーシングクラブ、略して YRC。 この番組は自称モータースポーツ応援団 IT コンサルタントの山下元和さんがモータースポーツ全般の魅力や情報をラジオからお伝えしたいと考えられた番組です。改めまして、自称モータースポーツ応援団山下元和です。私の趣味モータースポーツについてお話しすることで、モータースポーツファンがより増えてほしいという思いと、こういう自分の趣味からの取り組みによるブランディングの方法もあると、起業家の皆さんにお伝えしたいという2つの狙いがあります。どうぞよろしくお願いいたします。そして今お聞きの番組山下レーシングクラブは、ラジオ番組収録と同時に映像も撮影いただいておりまして、そちらを編集したものを番組放送後約10日程度で YouTube にアップいただいております。ぜひ皆さん、山下レーシングクラブで検索してみてください。どうぞよろしくお願いいたします。それでは山下レーシングクラブ、今回最初のコーナーはモータースポーツニュース。さて、このコーナーモータースポーツニュースは、モータースポーツ全般について独自のリサーチによる直近のモータースポーツや、それに関わる選手のトピックスなどをご紹介するコーナーです。はい、承知いたしました。静岡県にあります富士スピードウェイにて、はい、10月の19、20日の2日間で開催されましたマツダファンフェスタ2024アット富士スピードウェイに行ってまいりました。はい、伺ったのは、開催2日間のうち、初日の19日に伺いまして、ね、はい、前日の夕方から少し天気も崩れていたんですが、当日はなんとか雨も降りませんで、そうですね、良かったです。ですが10月とは思えないほどの暖かさで、はい、私は上着を持ってたんですが、終始半袖で過ごしました。いや、とっても暑かったんですよね、あの日ね。富士スピードウェイはですね、はい、国際自動車連盟 FIA から最高位のグレード1の認証を受けている国際格式のレーシングサーキットでして、はい、このグレード1というのはフォーミュラー1の開催が可能なランクなんですよね。うーん、はい、そうなんですね、はい、で今でこそ F1 グランプリといえば鈴鹿サーキットなんですが、はい、1976年に日本で初めて F1 が開催されたのがこの富士スピードウェイだったんです。うーん、で今回伺いましたマツダファンフェスタですが、はい、このタイトルにあるように自動車メーカーであるマツダがファンとの交流を目的としたイベントで、はい、他のサーキットやイベント会場でも行われています。うん、で今年はですね、はい、4月には、宮城のスポーツランドスゴー、タイトルは、マツダファンフェスタ2024 in 東北、うん、であと11月にですね、はい、岡山の岡山国際サーキットにてマツダファンフェスタ2024 in 岡山、うん、そして今回は、伺ったマツダファンフェスタ2024アット富士スピードウェイ、この3回予定されて
すごいですね。で、国内の各メーカーが、サーキットを使ったファンイベントというのを開催しているんですが、年に3回全て違うサーキットで行うというのは、珍しいケースなんですよね。あ、そうなんですね。はい、で当日ですね、スピードウェイには私も車で向かったんですが、最寄りのインターの御殿場インター、これを降りたあたりからですね、富士スピードウェイに近づくにつれて、だんだん周りがマツダの車だらけになってきて確かに、サーキットに着く頃にはマツダの車が列になっている、走っているというような感じでした。そうですね、マツダのお祭りですからね。そうですよね、で午前中にはですね、筑波でも観戦しましたロードスターのパーティーレースがありまして、帰宅後に分かったんですが、私の知り合いの経営者の方も参戦していたようで、事前に聞いていたらレポートしたんですが、ちょっと残念ですね。そうだったんですね、はい、あ、惜しいことをしました。でそんなレースを行っている間もですね、いろいろな催しが用意されておりまして、通常のレースでは観戦スペースとして公開されているピット上のテラス、こちらにですね、幼児向けに最近入ったペダルなしの自転車ストラーダのコースがあったり、でさらにそこが体験できるような形になってて、あと自動車技術を競う技術五輪というのがありまして、職人技術の実演や、その他自動車を作る、技術、それを紹介する展示や お子様向けに体験会が開催されてました。ありましたね、でまたピット上のパドックと呼ばれるスペースには、マツダのグループ企業や全国の販売店、そしてマツダ社のカスタムパーツを製造販売するメーカーがブースを展開してまして、その商品の販売だけでなくてですね、カスタムカーを展示するなど、レース以外にもかなり楽しめるイベントが盛りだくさんでした。で以前、昼分の前からがですね、19日のメインのレースになる、マツダグループチャレンジカップ、通称マツチャレ、マツダグループ企業同士の、対抗のレースが開催されまして、ルールがですね、規定の給油量、それをですね3時間、走り切る耐久レースという形になってました。はい、そうなんですよね、でお話を聞くとですね、昨年も途中ですね、学欠になるチームが出るくらい過酷なレースだったそうです。でこのレースには、マツダ株式会社の、諸正弘社長も参戦されていまして、で自身が走り終わった後にですね、インタビューを伺ってきたんですが、忙しい中参加者は時間を作って練習をしていて、私も含め成績が良くないと本戦には出れないんだということでした。忖度ないんですね。そうですね、社長だから出れるというわけではない、そういうもんじゃないんですね。やっぱりスポーツというか厳しい世界でございます、ね、でマツダグループのチャレンジカップが終わるとですね、ただマツダスポーツのですね、モータースポーツ史に残る名車がですね、デモ走行を行ってました。個人的には一番見たかったのはこのイベントでして。あ、そうだったんですね、このデモ走行では、1991年のルマン24時間レースにて、日本車で初めて優勝した車、マツダ 787B、だったり、1970年の日本ツーリングカーの選手権で、日産スカイラインと、熾烈なライバル関係を築いていた、サバンナ RX3 などがデモ走行をしたそうなんです。でデモ走行の前にですね、ピットの方にも、展示されていた段階で見に行かせていただいたんですが、そうなんです、歴代のレーシングカーが20台ほど、スーパー狭しと並んでました、はい、これもかなり壮観な、風景でした、すごかったです。でデモ走行の準備が始まりますと、ピットロードに各車が、整列して、でそれを並んだのをですね、ずらーっと見ると圧巻でしたね、すごかったですね、かっこよかったですね、でデモ走行の方がスタートしますと、ちょっとですね、レーシングカーの放射が入ると同時にですね、なんと観光バスが一緒にサーキットに入っていったんです。そうなんですよ、これコースの中からレーシングカーを見れるというイベントでして、このイベント自体かなり、人気の高いイベントだそうです。名前がサーキットサファリ。そうなんです、で我々はホームストレートで取材していたんですが、でまずびっくりしたのはですね、デモ走行とは思えないほどのスピードと爆音、特にルマンの優勝者であるマツダ 787B は甲高いエンジン音で、
目の前を走り去っていきました。はい、ちょっと聞いたことのない音でした、はい、すごかったです。でデモ走行というとですね、なかなかマシンの性能をですね引き出すような走りはなかなかないんですが、はい、この富士スピードウェイのホームストレートは約 1.5 キロありまして、このストレートでは全開に近いスピードで走ることが可能なんですよね、すごい、だからものすごいスピードだったんですね。そうなんですよ。でしかもこのマシンをドライブしていたのが、はい、マツダということよりもですね、日本のドライバーで、はい、ル・マン24時間レースといえば寺田洋次郎選手というのがいらっしゃいまして、はい、その方がドライブしてたんですね。御年77歳。77歳なんですか。はい、そんな77歳なら思えないような走りを見せてくださいました。いや、すごかったんです、とにかくね、はい、ちょっと今一番驚いております。はい、であの年始にですね、はい、レジェンドレーシングドライバーズクラブのニューイヤーパーティーに、ご挨拶させていただいたんですが、はい、その時はですね、それほど思わなかったんですが、サーキットでお会いするとですね、すごい若々しいんですよね、やっぱり。いや、もうそうでしょうね。はい、走行後にですね、マシンから降りてきた時に、ちょっとご挨拶をさせてもらったんですが、いや、これはもう伝説的な人間だというので、はい、かなり感激をしました。でやっぱりレーシングドライバーは車に乗ってる時が一番かっこいいですよね。そうですね、生き生きされてますもんね。はい、でそれとですね、1982年の、はい、第50回のル・マン24時間レース、はい、それに出場していたマツダ RX-7 の254というマシン、はい、このマシンですね、はい、レースを引退した後ですね、プライベートの方に売却されていたんですね。なんですが、その後ですね、行方不明になってしまってて、はい、2019年にとあるガレージで発見されて、はい、で現在のオーナーがフルレストアして、2021年にレストアが完了して、で当日目の前を走っておりました。はい、すごいですよね。はい、でそうなんですよ。でこの車ですね、歴代、初代の RX-7、はい、それをベースに作られたマシンで、マツダの車で初めてル・マン24時間レースを完走したマシンでもあったんですね。あ、そうなんですね。はい、そのすごい車が行方不明だったと。それもすごい話ですけどね。はい、で初回今回の初日にですね、はい、伺ったんですが、2日目にも魅力的なイベントがたくさんありました。はい、ですが1日だけでもですね、見切れないほどのボリュームだったので、はい、今後も参加できるイベントに関してはちょっと参加してレポートしていきますが、はい、どんどん何か、他のイベントなどありましたら、呼んでいただければレポートしに行きますので、はい、ぜひご期待ください。はい、いや本当に私念願といいますか、よく耳にしていた富士スピードウェイに行けたことがまずそもそもとっても嬉しかったので、今回のイベント本当にいい経験させてもらったなと思っております。ありがとうございました。はい、ではここからはジュジュトピックスです。山下さんのお知り合い元 F1 レーサー野田秀樹さんの娘さん、女性レーサー野田ジュジュさんの最近のトピックスについて、毎月のモータースポーツニュースの各リポートからは少し独立してお伝えしていこうと思います。早速今回のジュジュトピックスは何でしょうか。はい、今回リポートするのは、はい、10月の12、13、2日間に開催された、はい、静岡県富士スピードウェイで行われた2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権の第6戦第7戦をリポートさせていただきます。はい、でこのレースはですね、珍しく土日で2連戦するというなかなかない、レースでして、はい、通常の大会ですと土曜日に予選、日曜日に決勝と少し時間があるんですが、はい、土日と、連戦で行われますので、午前中に予選、午後に決勝と慌ただしくて、2日間それが続きます。でドライバーの単位力やメンタルはもちろん、はい、スタッフの項目にもきつい大会になっております。で今回はですね、はい、2日目、13日の第7戦の方を、詳しくレポートさせていただきます。はい、で午前中の予選ではセットアップが決まらずに最下位21番グリッドで、予選を終わった、ジュジュ選手、はい、午後の決勝はスタートでミスをした2台を抜きポジションを2つ上げました。はい、が、再びパスをされてまた最下位に、戻ってしまう。はい、そして2周目に中段グループが4台絡むクラッシュがありまして、最初のセーフティーカーが導入され、7周目にリスタート、はい、で前車が差のないまま、は
ローリングスタートということで、かなり激しいバトルが展開されました、うん、そして10周目トップ争いをしているマシン同士の激しいクラッシュが再度ありまして、セーフティーカーまた導入されました、はい、でタイミングよくピットインしたジュジュ選手は、はい、そのコースに入った時点で、はい、ポジションを3つ上げ16番手まで順位を上げました、はい、そして17周目にリスタート、うんうん、でリスタート時には、ポジションを落とさずに、先行していた、小高選手、これも抑えまして、はい、19周目に向かうホームストレートではこの小高選手とサイドバイサイドの、争いをして、第1コーナー10選手がインを抑えて、守りきりました。おすごい、はい、で続くですねコカ・コーラコーナーの方で、はい、ポジションを奪われてしまうんですが、レース後のインタビューでは、2台並んで1コーナーを飛び込んだ時には気持ち的には絶対に負けるもんかという、思いで走っていましたと、はいはい、で1コーナーブロックされ、できたんですが、はい、立ち上がりのスピードは向こうの方が良かったのでコカ・コーラコーナーでインに入られて前に出られてしまいました。悔しいコメントも残してます。うん、そうなんですね。でトップドライバーが集まるスーパーフォーミュラーで、はい、もっともっとレベルの高いブロックの技術が必要で、引き出しをいっぱい増やしていかないといけないなと感じました。で、まだ後ろの車をブロックする立場になったというのが、成長と思いますと。うん、で今まで他のカテゴリーで戦ってきた時とは違う部分もありますので、はい、こうやって実践で経験を積んで一歩ずつステップアップしていきたいですと、彼女らしい前向きなコメントも飛び出してましたね。もう実践あるのみということで一歩一歩、ね、進まれてる感じがしますよね。そうですね。で次回最終戦鈴鹿がですね、はい、ちょうどあの収録の関係で放送の際にはもう終わってしまっていますが、はい、今シーズンの集大成になるレースになります、うん、でこれはもう良い、結果を出るように期待して、うん、乗りたいと思います、はい、またリポートの方お願いしたいなと思います、はい、お願いします。ありがとうございます。皆さん今月のモータースポーツニュースいかがでしたでしょうか。今お聞きのこの番組 YRC 山下レーシングクラブはこの放送後約10日程度で YouTube にアップされますので、ぜひ山下レーシングクラブで検索をいただきご覧いただきますとともにチャンネル登録の方もお願いいたします。以上モータースポーツニュースのコーナーでした。メモリアルソングのコーナー、続いてのコーナーはメモリアルソングのコーナーということで、山下元和さんの思い出に残る楽曲、ご自身の何かのきっかけになった楽曲をそのメモリアルなエピソードとともにご紹介をいただき、その月の番組放送内で2回ともかけさせていただこうというコーナーです。さて今回はどなたの何という楽曲でしょうか。はい、星野源さんの、はい、ファミリーソングになります。あ、いいですね。はい、この曲は2017年8月にリリースされました、はい、彼の10枚目のシングルでして、うんうん、2016年に大ヒットした恋から10ヶ月ぶりのシングルだったそうです。あ、そうですか。そうなんです。はい、でこの曲は日本テレビのドラマ花王の花穂子の主題歌でした。あ、はい、でこの曲スローなテンポで、人生の浮き沈みを柔らかく綴った、詩が好きでよく聴いております。うん、でミュージックビデオも、はい、かなり面白くてですね、はい、サザエソンのような格好をした星野源さんがお母さん役、はい、でバンドのメンバーが家族役に扮しまして、はい、一見すると不自然な家族に見えるんですが、はい、幸せそうに見えてくる不思議なビデオでした。うーん、でこのビデオも含めて、この曲聴いてみていただけるとかなり心もほっこりする曲になりますので、はい、ぜひ聴いてみてください。ありがとうございます。はい、早速聴いてみたいと思います。はい、以上メモリアルソングのコーナーでした。モータースポーツ入門カテゴリー別編ではここからはモータースポーツ入門カテゴリー別編ということで、これまでとはポイントを変えて各々のカテゴリーについて少し深掘りする形でご紹介をしていこうというコーナーです。ということでお待たせいたしました、今回はですね F1 についてです。山下さん、はい、お願いいたします。サーキットで行われるレースの最高峰である F1、はい、正式名称は、F1 世界選手権、はい、英語名ですと FIA フォーミュラー1ワールドチャンピオンシップ、はい、フォーミュラカー、車体の外側にタイヤがあって一人乗りのレース専用の車で競われるカテゴリーになります。で世界各国のサーキットを転戦して、規定周回をどれだけ速く走るのかというのを競うカテゴリーになってます、はい、うん、で今季は全部で24カ国、うん、24戦で競われておりまして、はい、で今季参戦しているチームは10チーム、はい、で各その10チームが各チームドライバーを2人ずつエントリーしております、はい、
でまた車の方なんですが、フェラーリやメルセデスなどは、シャーシ、いわゆるボディですね、はい、それとエンジンを、自身のチームで用意していますが、はい、他のチームではエンジンサプライヤーといいまして、エンジンを供給してもらってレースに参戦しております。うーん、そうなんですね、はい、でそのエンジンサプライヤー、エンジンを提供しているのが、日本のホンダ、はい、あとメルセデス、フェラーリ、ルノー、この4社が提供しております。で、この、F1 のエンジンの排気量なんですが、はい、1600cc で、はい、ターボがついていて、電気モーターと組み合わせたハイブリッドのハイ、パワーユニットになっておりまして、はい、最大出力が1000馬力を発生させるということです。すごい、はい、1600cc というと、はい、それほど大きな車ではなくて、はい、市販車でいうとトヨタのヤリスだったり、お日産のジューク、はい、ホンダのシビック、はい、まあ、聞いたことのあるような名前だったんですが、ね、はい、いわゆるファミリーカーと呼ばれる車と同じサイズなんですね。へえ、そうなんですね。それをチューニングして、はい、1000馬力。すごいですね。すごいです。で、F1 の最大の特徴といえばレギュレーション、いわゆるルールに従って、はい、レース専用の車を各チームが作ってレースをします。うん、で、他のレースにはベース車になる市販車があるんですが、はい、F1 に関してはベースになる車は全くありません。そんなワシンで競われる F1 ですが、はい、今シーズンももう終盤に入ってまして、この放送日11月13日以降ですと、はい、11月23日のラスベガスグランプリ、うん、で12月1日のカタールグランプリ、はい、で12月8日のアブダビグランプリの参戦を残すだけとなっております。おお、もう佳境に入ってるということですね。そうですね、はい、で2025年シーズンは、はい、やはり24戦で、はい、予定されておりまして、ねえ、日本グランプリ、はい、これが4月6日、第3戦で鈴鹿グランプリが予定されております。はい、で2025年シーズンというのはですね、はい、F1 世界選手権が75周年を迎える年になっておりまして、メモリアルイヤー、はいはい、特別なイベントもいろいろあるかもしれませんので、はい、この辺も楽しみに待っていたいと思います。はい、いやちょっと来年もちょっと楽しみですね。そうですね、はい、ちょっと引き続きまたいろいろと教えていただけたらなと思っております。はい、ありがとうございます。皆さんいかがだったでしょうか。ぜひ皆さんも私と一緒にモータースポーツの魅力、そのための基礎知識チェックしていただければと思います。なお以前の放送分全体の入門編につきましてはリメイクラジオ山下レーシングクラブでご覧いただきますので、ぜひディビジョン1からご覧になってみてください。山下さん、ありがとうございました。以上、モータースポーツ入門カテゴリー別編でした。皆さん、なんともうエンディングになってまいりました。今回の山下レーシングクラブいかがだったでしょうか。この番組山下レーシングクラブは毎月第2、第4水曜日夕方5時30分から放送ですので、ぜひ次回放送もお聞きいただきますようお願いいたします。山下さん、今回の放送はいかがでしたか。はい、今回はモータースポーツニュースで、レポートしましたマツダファンフェスタ2024 in富士スピードウェイのレポートにつきますが、はい、他のメディアの記者の方たちに混じってですね、うん、インタビューに参加するなどですね、かなり勉強にもなった感じになりましたので、今後もしっかりと取材してレポートしていきますので、はい、ぜひお期待ください。楽しみにしております。はい、そして番組ではお聞きの皆様のご感想ご意見ぜひお送りいただければと思いますので、宛先をお伝えいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 山下レーシングクラブまでお待ちしております。それでは YRC 山下レーシングクラブ、また次回同じ時間を耳にかかりましょう。皆様のお相手は山下元和と佐々木千秋でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。